小野寺団は奈良県奈良市出身のプロ野球選手、宇藤右内。阪神タイガース所属。奈良市立佐教小学校の2年時に奈良リトルで公式野球を始めると奈良市立平城東中学校在学中にはなんとボーイズへ所属していた。以上の旧歴は西岡剛と同じで小学2年時に西岡と会ったことをきっかけでプロ入りを目指すようになったという。 京都商営高校への進学後に、公式野球部へ入ると、一年次の秋から、制裁抑止に定着し、在学中は、対外試合で、通算20本塁打を放ったが、春夏とも甲子園球場での全国大会とは、無縁であった。公式野球部での一学年後輩に、石原氷や山本雄大がいる。大阪商業大学への進学後は、二年次の秋から、 関西6大学野球のリーグ戦に出場すると、在学中に5本塁打を記録。主軸に定着した3年の春季リーグ戦では、歴代2位の18打点で MVP、4年時の春季には打率。500で、首位打者と MVP のタイトルを獲得した。いずれのシーズンもチームが優勝し、全日本大学野球選手権大会に2度出場。1学年先輩に、大田光と、 滝野要、同級生に、橋本祐希と大西裕樹がいる。2019年の NPB 育成ドラフト会議一巡目で、阪神タイガースから指名。支度金200万円、年俸300万円という条件で、育成選手として入団した。背番号は127。なお、指名後には、明治神宮大会で、東海大札幌キャンパスとの1回戦に出場。 3番、中堅守として、スタメンに起用されたが、4打数ノーヒットで、チームも、初戦敗退を喫した。2020年には、春季に軍キャンプで本職の外野に加えて、1塁や3塁の守備を練習。キャンプ中からの好調な打撃を買われて、3月15日に、オリックス・バファローズとのオープン戦で、9番、右翼守として、スタメンに起用されると、田島大輝から2塁打を放った。 新型コロナウイルスへの感染拡大に伴う、レギュラーシーズン開幕の延期を経て、開幕直前の練習試合で一軍へ、再び招集されたが、開幕後は二軍生活に終始、年内の支配下選手登録も見送られた。ウエスタンリーグの公式戦では、四十四試合の出場で打率、二百三十三を記録。公式戦初本塁打は持ち越されたものの、三十試合で、 外野、14試合で1塁、7試合で3塁を守った。シーズン終了後のフェニックスリーグでは、主に1塁手として起用。横浜 DNA ベイスターズとの試合では、プロ入り後の対外試合で初めての本塁打を宮城龍太から放った。2021年には、育成選手から鈴木翔太と共に、春季キャンプを一軍で過ごした。キャンプ中の二月七日に組まれた、紅白戦で、 7番、一塁手として、スタメンに起用されると、この年の実戦におけるチーム第一号本塁打を記録。その後も打撃が好調で、キャンプを終えてからも、オープン戦の途中まで一軍に帯同していた。保有する、支配下登録選手の総数が、上限に近いチーム事情などとの兼ね合いで、レギュラーシーズンの開幕を支配下登録選手として一、軍で迎えるまでには至らなかったが、 ウエスタンリーグの公式戦では、開幕からクリーンアップの一角に定着。4月上旬までに9試合連続安打や公式戦初本塁打を記録したほか、一時はリーグの打率トップにも立っていた。4月18日に契約金1000万円、年俸420万円という条件で支配下、選手契約を締結するとともに、背番号を97に変更。 一軍が横浜 DNA ベイスターズとのデーゲームを控えていた4月24日に試合前の練習で北条文也が負傷したことを受けて出場選手登録同カードの6回表に中堅の守備で一軍公式戦へのデビューを相次いで果たした4月30日に登録を一旦抹消抹消後にウエスタンリーグの打率1位へ返り咲いたことを受けて セパ交流戦終盤の6月8日から一軍へ復帰した。同日から札幌ドームで開催された北海道日本ハムファイターズとの3連戦では9日の第2戦に7番左翼手としてスタメンデビュー。10日の第3戦でも同じ打順ポジションでスタメンに起用されると5回表の第2打席で1軍公式戦初安打を放った。 前半戦終了後の7月15日のフレッシュオールスターゲームではウエスタンリーグ選抜チームの最年長選手として4、打数2安打1打点を記録した。結局、同リーグの公式戦では75試合の出場で規定打席に到達。打率307で首位打者、出塁率391で最高出塁率のタイトルを獲得するほどの活躍で、 二軍にとって三年ぶりのリーグ優勝達成に大きく貢献した。一軍の公式戦でも新人ながら開幕から西武抑止に抜擢されていた佐藤輝明がシーズンの後半に極度の打撃不振へ陥ってからは左の長距離打者である佐藤に代わってスタメンに起用される機会が増加。シーズン通算で五度目の一軍昇格を果たしたばかりの九月三十日には 甲子園球場での対広島東洋カープ戦4回裏の打席で一軍公式戦における初本塁打を玉村翔吾からバックスクリーンの左側へ放った。育成ドラフト会議での指名を経て阪神に入団した選手が支配下選手登録を経て一軍の公式戦で本塁打を放った事例はこの打席での小野寺が初めてである。 超打力が持ち味の右打者でリストの強さを活かして強い打球を放つことが特徴。阪神への入団2年目に春季一軍キャンプで主砲の大山祐介からもらったバットとの相性が良いことから似た形のバットを注文した上で使い始めたところ甘いコースに入った速球を逃さずに打ち返せるようになったという。 手動計測ながら50メートル走で6秒2を記録したほどの瞬速と、遠投で110メートルを記録したほどの強肩の持ち主。守備の本職は外野だが、阪神への入団後は、出場機会を増やす目的で一類や三類の守備にも取り組んでいることから、ユーティリティープレイヤーとして、頭角を表している。団という名前には、心の温かい人間に育ってほしいという実母の、 願いが込められている。阪神への入団後は、この名前にちなんで、フィールド・オブ・ビューのダンダン氏に惹かれてくを登場曲として使用。入団1年目の2020年には、一軍監督の矢野洋代から、温まって良い名前やん。登録名も段にしたらいいのになとの提案を受けた。実際には、名字を含めた本名を登録名に使用。本人も支配下選手登録を果たした折に、 登録名を段に変える意向を示していたが、実際には登録後も変更していない。家庭の事情で、中学生、高校生時代には、実母に女手一つで育てられていた。大阪商業大学への進学後は、奨学金で学費を賄っていたが、公式野球部で一年時に対外試合の登録メンバーから外れた時には、このまま中途半端に野球を続けても、 母に迷惑をかけるとして、大部も考えたという。大学4年時に臨んだ NPB ドラフト会議では、支配下登録選手扱いでの指名を希望していた。実際には、同級生の橋本が、中日ドラゴンズ、大西が東京ヤクルトスワローズから支配下、登録選手扱いで2巡目に指名されたのに対して、自身は育成選手扱いで指名を受けたため、指名の直後には、 育成と支配下では全然違うと涙ながらに語っていた。前日したように母子家庭で育ったことを背景にこのような反応を悔し涙として入団に消極的であるかのように報じたメディアも参見されたが本人は後の取材で嬉し涙だったことを明言。支配下登録を必ず果たして一軍のレギュラー選手として 母親を楽にさせたいとの抱負も述べていた。結局、入団2年目の母の日を前に、育成選手契約から支配下選手契約へ移行。移行を機に、球団から支給された契約金の一部を母の日のプレゼントに当てた。阪神への入団後は、チーム内でムードメーカーの一面も発揮。育成選手ながら、最初から最後まで帯同した2021年の春季。 一軍キャンプでは、紅白戦でのチーム第1号本塁打に続いて、キャンプ終盤の2月27日に組まれた、中日ドラゴンズとの練習試合でも本塁打を放った。矢野が勇気のある、新聞社は一面で扱ってあげてよと呼びかけたところ、この呼びかけに続いて、ナイ野ロと名指しされた日刊スポーツが、翌2月28日の大阪本社発行版の一面に、小野寺の記事を、 大見出し付きで掲載した。ありがとうございます。